どうもピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。なんか見たことあるな、こういうステージ最初取れないよね、やっぱね取れないよね。このまま右行きますって思ったけど、これ絶対リンクいるやつでしょ。待って、リンク取りに帰ろね、リンクを取りに帰ろ。ちょっと待って、なんでそんな、え、そんなとこ爆弾、え、何これ、え、何、え、裏技、裏技ですか、裏技、何知ってんの、なんで知ってんの、そんなルート、ずるいずるいえ、待って、危ね危ね、これやられるやられる、危ねえ待って、あのキノピオ、あのキノピコか、なんか知ってんな、きっとなんか知ってらっしゃいます、このキノピコ、多分コース知ってらっしゃいます。ちょっと待って、僕だけリンクじゃありません、まずいな。まあ一応ゴール条件リンクじゃないし大丈夫だと思うんですけど、ちょっと待って、危ねえこれマジで危ない。よし、オッケーオッケーオッケー、で右、ここでもうゴールっぽいな、なんかゴールっぽい、うわ危ねえ、ナイスナイス、危ねえ、ゴールはできたけどやられました。お、バーサスザ・グレート・クランプ、クランプ、クリンプかな、ちょっとね、まだ未だによくわかんないんですけど、じゃあね、さっさ調べろよってねまあいつもわからないとか言ってますけど、じゃあさっさ調べろよって話なんですけどね。じゃあ僕この緑いきますね、緑ね、オッケーオッケー、これでみんなきっちりわかりました。うわ、全然いつ変わるかわかんないな、多分上に甲羅かなんかあるんだろうね、でその先にオンオフがあるみたいな、多分そんな感じだと思うんですよ。そろそろ変わるかな、オッケー、それじゃあ始めていきましょう。オッケー、やっぱ登るステージだね、クランプって言ったら大体登るステージだもんね。オッケーオッケー、でジャンプ、よし、これは大丈夫、よし、オッケー、右、左の、右、左の、ちょっと待って、これギリギリでジャンプした方がいいな、で、上、上、よし、あんまりね、こう、大ジャンプしないでギリギリでジャンプしよう、で、ここ P で、オッケー、今1位でしょ、今1位でしょ、あの、キノピコがね、わからないけど、キノピコはわからないけど、今1位じゃないかな、多分、ちょっと、マリオ早い、マリオ早い、マリオが早い、ちょっと待って、マリオ、オッケー、いや、マリオとどっち、どっち、キノピコ、キノピコ早いな。なんかね、みんなで脱走レースって書いてたんですよ、このコース。みんなで脱走ってなんだろうね、何からに、ちょっと待って、マリオやめろってマジで焦るわ、あのマリオ。さあ、みんなで脱走っていうコースは、まあ、どんな感じのコースなんだろう、ちょっと気になるんです。これ左で、ね、オッケーオッケーオッケー、で次は、あ、上で、オッケー、いや、これ一番最初に行きたいね、ほ、なかなかいいな、ちょっとラグいんですけどね、ほ、右左の、いいよ、うわうわうわ、よし、なんだわってなんだわって、もうわけわかんねえから落ちてしまったじゃねえか。ちょっと待って、この風マジで苦手、この風マジきつっ、もうほんと風得意な人間になりたいな、もう風になりたい、もう風になり、もう僕自身が風になりたい。でこのままピヨーン、オッケー、バネは結構得意なんだけどな、あの風がマジで苦手。よし、まだ抜けるチャンスあるよ、オッケーオッケー、みんな追いついてきたね。ルイージが早いのか、いや、みんな追いついた、結構差があったんですけど追いついてきましたよ。ほ、よしよしよし、ここで勝ったらなかなかうまいんじゃないか、よっしゃほっ、これさ、P 押したらさみんな下に行くってことだよね、これ。 P 押していいかな、 P 押さないけどね、ほい、おいおい、マリオとルイージそんなところでキスすんなってもう嫌だって、ルイージが逃げたっちゃねえか、兄ちゃん。ちょっと待って、めっちゃ噛んだような気がするんですけど、このままジャンプしていきますね。ほっ、うーん、ちょっと風が、風今ちょっと邪魔したような気がするんですけどね、このまま下に行きますね。お、いや、下はまずい、下はまずい、危ねえよ絶対。あ、靴あるじゃん、そう、靴逃げないで、靴逃げないで、ほっ、よし、オッケーオッケーオッケー、多分靴いらないと思うんだけどな、これ下から上から行けるもんなまあでもチビ状態だからね、まあ、全然靴があっていいと思うんですけど、オッケーオッケー。でここでアイテム取っていこうか。ルイージは、ルイージはもう先行ってんのか、いや、やられてるね。マリオ、ちょっと待って、マリオ、待って待って待って、これは無理、もう風があるから無理、ちょ、無理。じゃあこれで最後のバトルにしようかな。うお、危ねえ、ちょっと待って、トロール、ちょっと危ねえ危ねえ、ハハハハ、待って、ギリギリすぎ、ちょっと無理だって、今のはもう絶対無理だって。しかも何、あの最後のゴール、マジでちょっとガリガリがいっぱいいたじゃんね。よし、これは次いけるでしょ、もういけるでしょ、オッケー、ほら、いられた、やっぱいられたね、ルイージ。っていうことはまだワンチャンあるよ、最後あそこキノコかなんかあったらマジでいいんだけどな。どうしよう、ここキノコない、キノコない、キノコないか、最後ここなんだよな、どうしようか。これは一番右から行くのが正解か、多分ここが正解、こっからこう、よし、オッケーオッケー、やったオッケー、ルイージ来れるかな、来ないのか、マリオは来れるよねきっと。オッケーオッケーオッケー、マリオそこで待ってて、マリオそこで待ってて、危ねえな、取りそうサマナの香り、
どんな匂いだろうね。サマナってなんだろう、サマナって。ちょっと今ググっていい？ちょ、今からググるわ。レースが始まる前にググるわ。サマナって入れたら、はい、よくわかりません。なんか変な漫画が出てきました。サマナってなんだろう、めっちゃ気になるんですけど、キノピオ僕を信じて。みんな僕を信じてくれ。誰も信じてくれない。まあ、よくある話なんですよ。最初にクリボーに当たってやられるっていうのは。まあ、大体ね、制作者、まあ、コースを作る人もですね、最初にクリボーを置きたがりなんですよね。結構そういう人多いよね。とりあえず最初クリボー置いとくかみたいな。まあ、そんな軽い気持ちで作ってもらっても僕は困るんですよ。だってやられるからね。何を言ってんだ俺は。やられるんだ。いいじゃないかっていうかね、ちょっとカミカミですけど、ここで中間ポイント取っていきたいと思います。ここら辺でね、なんか落ちるような感じがきそうなんですけども、当たってもいいんでどんどんいきますね。あぶねー、当たりすぎ当たりすぎ。ちょっと待ってて、ここ、いや、ちょっとゆっくりいくわ。多分みんな戻ってきてるんでゆっくりいきます。よし、ちょっと、やっと、あぶねーハンマーにやられるとこだったけど、こっからちょっとゆっくりいきますね。ほい、よし、オッケーオッケー。多分この先土管のつなぎにゴールが、ハードアイススカッティング。うわ、見たことある、このコース。どうしよう、一番最初に行った人の勝ち。これ絶対、いや、一番最初取れるから。ちょっと待って、ルイジごめん、ルイジ捨てて。ちょっと邪魔くせえ邪魔くせえ。これちょっとちょっと、あーあー、最後じゃん。これもう終わった終わった。これやられないよね、きっと。やられないよね、2人も前いるもんな。多分これはもう楽勝でいけるんでしょう。このコースっていうのはめっちゃ見たことあるっていうか、まあみんなでバトルをコースではド定番と言いますかね。ちょっと待って、みんなみんな、あり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 、邪魔くせえもうキノピオやめろって。もうそういうのはさ、もう本当にやられてくれこのバブルに、キノピオまあこれはもうゴールできたでしょう、みんな。お、やられた。いや、まだワンちゃん、あとマリオだけだね。マリオどっかで失敗したら僕に負けますよ。どこ、ここ、ここがまだワンちゃん。いや、でも一人で行ってたら多分もうやられないでしょうね、きっと。オッケー、ジャンプ。まあラグくなってくれ。それかラグくなってマリオを誰か失敗させてくれ。どうかして近道ないから、マリオ、マリオ、ちょっと待ってくれ、マジで。ちょっと、いや無理か。さすがにもうすぐゴールがあると思うんですよね。ここセミナー一緒にゴールしようぜ。マリオな、一緒にゴールしよう。ゴール一人でするやつだった。うわ、ちょっと待って、カルピスさんってさ、一番左の人、相当強い人ですよね。まあ、リスナーさんでね、確か7400で世界良いぐらいの人がいるんですけど、その人もね、ちょっと尋常じゃないんですよ。まあ、技術っていうのかな。まあ、あの、マリオ、まあ、主人公らしいね。あなたには勝てる気がしません。弟は兄には勝てる気がしません。なので、ここでアイテムは取っていきます。アイテム取ってっても、アイテム頼りにしていきたいと思います。もう僕が勝てる術はこれしかない。ちょっと待って、これ落ちる系か。落ちる系。ちょっと待って、いけるか？で、キノピオを脱落しました。あとはマリオとキノピコだけなんですけど、きっとマリオはやられないでしょう。ここはスムーズにきっとマリオは行くと思うんですよね。うわ、もう次行ってる。キノピコもめっちゃうまいっていうことか。ここで中間ポイントかな、きっと。中間ポイント、オッケーオッケー。中間ポイントないね。っていうことはキノピコ危ないよ。やられるがいい、キノピコ。ちょっと待って、マリオやっぱうますぎだってまあほんとやばい、マリオがうますぎて草待って、ほんとうまい。ちょっと待って、こっちでいい、こっちでいいのか。オッケーオッケー。キノピコは絶対怖いと思うんですよ。やった、マリオマリオ、よし、このカルピスさんに俺は勝てなかった。ちょっと待って、危ねえ、絶対落ちると思った。ここで待って、まだチャンスあるでしょ、まだチャンスあるでしょ。ちょっと待って、うわー、このレース早く来て、早く来てって。ほっ、うわ、ここさっきね、綺麗に行けたらチャンスあると思ったんですけど、さっきさ、左にさ、なんかあったよね。左になんかあったんですよ、ツタかなんかね、あったんですよ。あれ乗って行った方が早かったから、このまま右に行きます。うわ、ちょっと待って、うわ、ここゴールってやつだ、ここゴールじゃん。確かここ前にもしたことがあります。ここをね、土管の入り方わからなくて、まあ、全然行けなかったんですけど。あ、まだあんの、いや、まだワンチャール、ワンチャール。オッケーオッケーオッケー。もう走っていきます、もう負けてもいいんで走っていきます。このマリオにさえ勝てればいい。リーチャー、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。